とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アップデートでタワー追加されましたけども、アドベンチャーハブ、これも開放していきたいので、普通のダンジョンもクリアしていかなければいけない。ということで、今日はデイリークエストやっていきます。なんかね、若干重いんだよね。ローディングの時間は短めにはなったんだけども、他がなんか結構重い。まあとりあえずデイリーチャレンジ3つ4つクリアしましょう。ボスは普通にちょっと倒しましょうか。いやでも全然削れないな。意外と強い。あ、アドベンチャーハブのさ、食べ物をとアイテムはないか、食べ物をいっぱい食べなきゃいけないやつはここで放置しとけばなんとかなりそうね。あ、ここでいいわ。食べ物はあれ結構めんどくさいんでね。あとポーションだ、ポーション食べ物とポーションはここだな。ここでやると早そう。次からそうしよう。ではまず一発目、クリアです。何が来るかな？見てみましょう。なんだ ?6 個全部取ってるからね。回復のトーテム。なんだ輝くハープクロスボウか。はい。まあ、次行きましょう。2周目は地下寺院ですね。6体全部倒しきりました。やっぱね、初期 HP1 っていうのが、緊張するよね。初期 HP1 とか、やられたら終わりっていうやつ。あれは緊張するから、あんまり好きじゃないんだ。で、なんかさ、アップデ後のからさ、こう、チャージしてる状態がずっと続かない？なんだろうね、これ。いや、これはね、まだマシな方なんだけども、もう自分が見えないぐらい、チャージされまくってる状態の時ってあるよね。あれ何なんだろう。では、クリアしましょう。報酬はなんだ ?6 個全部取ったからね。美味しかったら嬉しい。デュアル。なんだトゥルースシーか。260か。まあいいや。次行きましょう。今回は結構いたね。結構いた。3、4体か。残り2体はちょっといなかったんだけども、いつもここはね、1、2体しかいないのに、4体いたってことはなかなか、良かったんじゃないですか？あ、ワンパンしようか。めんどくさい。普通に倒しても、まあ、そこそこ早く倒せるのに、おーおー、若干残ったぞ。若干残った。なんかアップデ後にさ、こういうことってたまにあるよね。若干敵の HP がスポンジストライカーで残るってやつ。なんかね、よくある気がする。はい。あ、まあとりあえず、クリアですね。幸運をつけてと。はい。いくぞ。報酬は、4つだからそこそこ、出てきてくれるんじゃない？おお、フルメタル。253。ソウルダンサーか。まあ、悪くはないね。オッケー。よし。じゃあ、もう一個行こう。ちょっと普段、クリアしない場所なんで、ここに来てみました。シンクの森。なかなか来ないよね。古代狩りでここが出ても、すごい嫌だもん。どうしてもこう落ちやすいんで苦手なんだよね。でもまあまあ全然クリアはいけました。旗がね1個下に落ちちゃったのよ。落ちるの勘弁してもらっていいですか。あと丸の長押し、あれもねやめてほしいな。あれをするんだったら、旗が消えないようにしてほしい。敵を倒してる間に、もうなんかピコピコ鳴り出して、取ろうとしたら消えちゃったりとか。
なんかあれ良くないな。自分でね設定できればいいんだけど、まあとりあえずクリアですね。報酬見てみましょう。なんだ、殺戮で5個取ってるからね、うん、行きたってた。まあまあまあ、うん、やっぱ1個旗が落ちたのが残念。今日出たやつ見てみましょう。生きたツタのアーマー。クールダウンついてない。いりません。殺戮、殺戮強いらしいんだよね。まあ、使わないか。で、何が出たっけ？あ、ソウルダンサーか。おうおうおう。クールダウン、でもクールダウンのところに、雷フォーカスがついちゃってるね。一番右のスロットはいいのが何もついてないので、いらないな。フルメタル、おう、幸運ついてるけども、クールダウンなし。ダメです。ピンクスコーンドレルは全部ダメだな。トゥルースシーカー。クリティカル、まあ、一番右がよろしくないし、回復がついてないんで、ちょっと使いにくいですね。で、最後、輝くハープ。ダメだ。全然良くないわ。よろしくないですね。はい。まあ、途中で出た不滅のナイフ。これは、ちょっと使えるかな。うん。流れ込む魂ついてるんで、全然使っていけるやつだと思います。アドベンチャーハブ見てみましょうか。一個ぐらいクリアしたんじゃない？あ、行ってる行ってる。行ってました行ってました。今12か。12か。はい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 。これが45ぐらいまであるもんね。45まで行くにはちょっと、時間がかかりそうです。2日で12なんで、そうね、まあまあ1週間あれば全然全部いけるかな。うん、ここが欲しい。おしゃれなスピン、うん、これがすごく欲しい。まあもう少しだね。今日中に取れるかもしれません。はい、ということで、今日こんな感じでございます。やることが結構増えてきたね。アドベンチャーハブも解放しなきゃいけない。そしてタワーでね263の装備を厳選しなきゃいけない。うん、それに加えてアイテムがいっぱいになったら古代狩りに行ったりとか、いろいろやること増えちゃいました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。